日本代表を乗せたバスが今到着しました。昨日までの愛媛県での最終合宿を終え三好入りした侍ジャパン女子代表。学生ボランティアの歓迎を受け、選手たちは笑顔でホテルに入っていきました。三好市であさって始まる女子野球ワールドカップでは、グループ B の6チームが総当たり戦で戦い、上位3チームが来年カナダで開かれるファイナルステージに進みます。7連覇に向けての通過点だと思うので、本当に全力プレーで広島で開催されるということで、本当に広島の女子野球も盛り上げていきたいなと思っていますので。午後4時過ぎには開幕戦で台湾と戦うキューバの選手も到着しました。7連覇を目指す日本はあさって午後6時半からプエルトリコと初戦を迎えます。